Who is Joey Noe?外国語を日本語に例えてみるとこう聞こえるシリーズへようこそ。今日はスコットランドに行きましょう。英語にはいろんな訛りがありますよね。イギリスの中にもいろんな訛りがあって、特にスコットランドで話されている英語、もしかしたら最も難しい訛りとも言われています。聞いた時に何言ってるか全然わかんねえ度がすごい高いっていうことですね。なので今日はどれぐらいわかりにくいのかっていうのを日本語に例えてやってみたいと思うんですね。今僕が話しているこれが平均的な英語だとしましょう。皆さんも英語が話せるという設定を覚えておいてほしいです。そんな我々がスコットランド出身の人と話した時にどう聞こえるかっていうのを今から日本語に例えて話してみたいと思います。だ、俺の名前はスコットランドラウン、このタウンはスタレドラウン、今日はウィーだけでリーマイドラ、俺おめえのことが嫌い、またくもってもらい、おめえ純粋な玉くれてらん。なん、ぼーっとしとわらかけん宇宙控えをしにくんれんぜ。ばっとり。俺、うすかおのれいのブレイン。このケンテンブクロー。ケンテンブクロー。チェリー、ウゲイ、たまれい。でばっきゃろう。ここで質問タイム。俺の好きな芸人、あてエミネイ。thinking time。thinking time、5秒。え?待ってねえ。むすぎらん。そんなことはねえ。どこと言え。好きな芸人は、デウンタウン。え?ギャリーでそうなの。ゲリグレイ、大丈夫。大丈夫。サイロメイのシーシ。どうしても行かなかんねえ。オーケー。でも覚えてけ。矢を足したらうん。ジャリー。ウゲー。黙れ。バッキャロー。さあ、どうでしたか?今のベディオ。そうなんですよ。ビデオのことをベディオって言ったりする人すごい多くて、ビデオじゃなくてベディオの方が近いっていう。まあ、それもまた一つ特徴ですよね、スコットランドの。一から説明していきたいと思います。まずですね、だ、俺の名前はスコタランダローっていう風にね、まあ、スコットランドにちなんでもスコタランダロー、この名前でいいんじゃないかなと思って言ったんですけども、そのだーっていうのは、はいという意味で、イエスという意味で考えてみたんですよ。日本のね、方言でも、なんだとか言ったりするとこあるじゃないですか。だから、聞いて、あ、これって、はいっていう意味なんだなっていうのはなんとなくわかるじゃないですか。だ、つって。まあ、ロシア語でもだとかあるんですけど、それとは関係ないです。なぜだにしたかというと、スコットランドだと、イエスのことを、はいって言ったりするんですね。で、まあ、日本語のはいとサウンドが似てるからそっちの方がいいんじゃないのって思う人もいるかもしれないけど、この動画でやろうとしてるのはそういうことじゃなくて、あくまで、英語を喋る身として、スコットランドの人と話した時にどう聞こえるかなので、はいって言うと、なんとなくわかるんですよね。あ、まあ、イエスっていう意味なのかなって、ギリギリわかるぐらいのレベル。じゃあ、日本語でのそのイコールになる言葉はなんだろうなって思った時に、そうだのだだけ取って、だ、だ、だ、つったら、同じぐらいのレベルかなと思ったんですよ。スコットランドでのその、まあ、言語の面白いところっていうのは、日本語の訛りだと、これっぽいなっていうのがいくつかあってですね、俺の名前は、俺の名前はにしたんですけど、あえてね。うん、そういうのが多いんですよ。例えば、タイムとか、テイムってなったりするんですよ。だから、タイムがテイムになるから、若干悟空味も入ってるんですよね。おいちちみたいな、底辺だみたいな感じの喋り方。まあそういう大変だとか、底辺だとかいう風に、できるだけわかりやすく、俺の名前はよりも名前はの方が掴んで、もらいやすいかなと思って言ったんですけど、スコットランドでのすごい特徴的なのが R なんですよね。巻き舌の R なんですけど、巻きすぎないっていうのがポイントなんですよ。スペイン語とかイタリア語とかって、ルルってなるじゃないですか。そのルルじゃないんですよ。一発だけポンってタッピングみたいな感じになって、ルッ、ね、スコランダラウ、ラウって、ラウじゃないんですよ。ラウってこうプロペラな感じじゃなくて、ラウって感じなんですよね。だから、round とか around を、around って感じになったりするんですよ。で、お尻の部分が上がったりするのは結構特徴的ですよ。なんとか監督なのみたいな。そうだねって感じ。まあ、ここでもね、なんか日本語に当てはまりそうな、ね、箇所がいくつもあるじゃないですか。で、面白いんですよね。いろんな、県のいろんな訛りをちょっとこう、合体させてるノリはありますよね。で、この街は廃れてるって言いたかったですね。この、タウンは廃れてるってね。これも、タウンっていうのが、まあ、アメリカ英語だったり、タウンだったり、まあ、イギリス英語。まあ、てか、イギリスっていうか、まあ、スコットランドもイギリスではありますけど、そのタウンじゃなくて、テウンに近くなるんですよね。やっぱり、A のサウンドが入りやすい。廃れてるよりも廃れてレウンって言った方が、スコットランドっぽいかなと思ったんですね。で、今日は、ウィーだけ、ドリヒって言ったんですけど、ウィーっていうのは、ちょっとだけっていうんですよ。ウィーベって。wee bit っていうのは、アメリカとかでも、通じます。just a wee bit って言ったりするんですよ。ちょっとっていうのを wee って言ったりするんで、wee って言って。なんですけど、だこれはもうこのまま使っちゃいました。うん。そのまま日本語に踏み込んで、今日は wee だけ drich。drich っていうのは天気がこうずんぐもりというか、グレーな感じ。
ん。however、そっちのグレーじゃなくてね。そう、天気が、曇りで、って感じだねっていうのを drich って言うんですよ。でもこれも面白いですよね。綴りがさ、dreich っていうことで、なんかこう、やっぱり、その、ゲルマン系の言語だなっていう風に思うんですよ。だってこう書いてみたらちょっとあれですよね。オランダ語とかドイツ語っぽいじゃないですか。でも元々は同じファミリーで同じところから来てるから、なんかある種、昔の言語をそのまま、なんていうのかな。聞いてるとか見てるような気持ちになることがあります。ね、スコットランドでのその使われてる言葉とかって、へえみたいな、もう下手したらドイツ語よりドイツ語っぽいような感じしません？今日の天気がドリヒだねっつって、ほうほうみたいな。はい、じゃあ次、でお前どこからね、どこから来たのっていうのをおめえドラって言ったんですけど、でなんでドラにしたかっていうと、スコットランドの話してるじゃないですか。でこれも地域によっていろんなその訛りのなんていうのかな、違いがあったりするんですよ。でだから僕はちょっと総合的に全部ボーンってわかりやすくしてるんで、そのエディンバラがこうとかグラスゴーがこうとかそういう違いはちょっと今話さないんですけど、でも場所によっては君どこから来たのっていうのを Where are you from って普通にアメリカ英語とかでは言うんですよ。なんだけどスコットランドでは人によっては Where you fae って言ったりする人なんですよ。だから Where are you from ね、この from どこから、この from が fae になっちゃってるんですよ。 fae っていう、そんな端折っちゃっていいんですかって思う。でもすごいなんかまあ一回慣れたらやりやすいですよね。 Where are you from じゃなくて Where you fae みたいな。しかも Where are you がもう Where you fae ってね。まあでもその Where are you が Where you に簡単なバージョンになるっていうのはアメリカ英語とかでもあります。でももうこれ特に究極ですよね。 Where you fae もう、すごいシンプルやん。だからその Where are you from が fae になっちゃったのを日本語で例えてみたら、お前どこからっていうのをお前どらみたいにしたんですよ。だから Where are you fae だけじゃわかんないじゃないですか、説明がないと。フェイってなんだろうってなるじゃないですか。で、これと同じそのニュアンスを日本語でも、なんつうかね、考えてみたらこうなるかなと思ってドラにしたんですよ。お前ドラ？で、ドラじゃわかんないじゃないですか。おめえはわかるけど、おめえドラ？え、なにドラ？あ、どこからっていう意味ですね、みたいな。で、ギリギリわかんないポイントをちょっと僕探してみたんですよ。Where you fae と、お前ドラ？だったら、結構近いなと思って。そういうことです。で、次はですね、俺はお前のことが嫌いっていう、その嫌いもまたさっきのA のサウンドになる、傾向で、嫌いじゃなくて、綺麗にしたんですよ。綺麗っつって、じゃああなた綺麗だねっていう場合はどうやって言うんだって話になっちゃうんですけども、そのスコットランドでは、例えば引っ張るの、ポールあるじゃないですか。あとプールの、プール、これが、発音が同じだったりするんですよ、スコットランドだと。だからそういう意味では、違う言葉で同じ発音みたいなのが、あってもおかしくないので、嫌いと綺麗が綺麗でも、そんなにおかしくないのかなと思って、こうしてみました。はい。で、次は、全くもって無理。全くもって無理。だから、お尻が上がって、リーとかラウってやったら、割とスコットランドっぽいので、無理を無理にしましたね。はい、タッピングの R でね。で、おめえは、純粋に玉狂ってらうん、みたいな感じに言いましたけど、言い回しがすごく独特なんですよ、スコットランドって。他の、その英語の、ね、で喋る、その英語圏の地域では使われないような、もう本当に、だからこそスコットランド語というふうにみなしてる人もいるわけで、実際ね、そういうふうに聞こえるわけですから、で、これは、わかるようでわかんないけどわかる、みたいなところを選びました。だそういう言い回しもいいんですよ。お前は純粋に頭狂ってんのかみたいなのを、ちょっと、こう、変えてみました。お前は純粋に玉狂ってらうんってね。頭の青を抜きました。っていうのは、スコットランドだと結構、さっき見たね、where you fade もそうですけど、短くするの多いんですよね。うん。余計な、子音を抜いたりすることもあって、まあ、母音も抜くのかもしれないですけど、場合によっては。でも、結構余計なものを省く、割とそういう意味ではスムーズに、話せるようになることもあると思うんですよね。だから、すると、頭狂ってんのかじゃなくても、頭狂ってるみたいなの、玉狂ってるみたいにしたんですよ。でも、聞いてみれば聞いてみるほど、なんかでも、日本の方言でもありそうですよねっていう、それが面白いですよね。うん、じゃあ次はですね、何ぼーっとしとるか、この宇宙飛行士訓練生で、宇宙飛行士の訓練生って言ったんですよ。で、これどういうことかっていうと、こういう言い回しがあるんですよ。スペースカデットっていう、言い回しがあって、
説明すると、その、ぼーっとしてるやつとか、なんか酔っ払っちゃって、ぼーってなっちゃってるやつとかに対して、おい、このスペースカデットがって言うんですけど、どういう意味かっていうと、宇宙飛行士の訓練生って意味なんですけど、なんかまあ、これのガチガチの語源がどこからかは、ちょっと僕調べてないですけど、僕が思うに、なんか宇宙をこう、ふわふわしちゃってる感じで、ぼーっとしてるっていうことが言いたかったんじゃないですか、この、なんか、まあ、バカタレじゃないですけど、ぼーっとタレみたいな。まあ、そんな言葉ないですけど、ぼーっとしてるやつが、みたいな。この、ぼーっとやろうが、みたいな感じで、何ぼーっとしとるか、この、宇宙飛行士の訓練生って言ったんですけど、で、この宇宙飛行士の訓練生を、このじゃなくて、剣宇宙飛行、剣にしたんですよ。うん。で、なぜかというと、まあ、これ後で、多分説明できる、ポイントがあると思うんですけど、ないかな。まあ、ちょっと、じゃあ、今説明します。You know? って言うじゃないですか。英語で You know? 知ってる?みたいな。You know の know が can なんですよ。スコットランドだと。You can? って言うんですよ。これもう聞いただけじゃわかんないですが。You can? ってなんだろう。で、私は知りませんってのも deny になったりするんですよ。deny can。I don't know じゃなくて I deny can ってなったりするんですね。だからその can っていうのは、知るという意味の know なんですけど、で、これもね、面白くて、実は、まあ、さっきね、ゲルマン系の、その言語だって言ったじゃないですか。オランダ語とか、ドイツ語とか、で、まあ、北欧の言語とかでも、まあ、全部かわかんないけど、でも、その、まあ、名残というか、まあ、むしろそのまんま残ってるやつもあるんですよ。だから知るということを、ケネンとか言ったりするんで、ドイツ語とかも。だから、なんか、面白いなと思いますね。でも、英語ではもうなんか、県、英語っていうか、その、他のエリアのね、英語圏の英語では、県って言わないじゃないですか。でも、スコットランドだと残ってたりするから、なんかちょっと、サバイバルした言語の形みたいなのを見てる気がして面白いですよね。でも、まあ、英語としてね、聞くことができるんだけれども、その中に、これまでのゲルマン系の言語のルーツをたどれるようなものがまだ生きてたりするから面白いんですよね。だから、県。なので、その、県って言ったりするから、まあ、ここは、この宇宙飛行士の訓練生で、このに県って言ったけど、なんか伝わるものがあるでしょ。このバカタレガーじゃなくて、ケンバカタレガーみたいな、そういう方言ってありそうじゃないですか、日本語でも。うん。まあ、文章の最後にケンが来るのは、博多弁ですけど、まあ、ちょっとその、感じとは、まあ、この場合ニュアンス違うんじゃないですか。面白いですね。で、バカタレがバカタレイつって、オルスカこの、オノレのブレインつって、ブレインのことをブレインつったりするんですね。これもまた、A になりがちなサウンドですね。オノレのブレインってすごく、スコットランドっぽい響きだなと思って、お前の脳みそはオルスカって言いたいんですよ。オルスカお前のブレーン。だから、オルスカ己のブレーンで、オルスカ己のブレーンっていう感じですね。バカタレイつって、バカタレ。結構、子音とか母音とか、短くっていうか、省いたりするってさっき言ったじゃないですか。省いたり、もうちょっとこう、コンパクトにしたりするんで、バカタレじゃなくて、バカタレイつって、こう、バカじゃなくて、バッでこう、余計なエネルギーを使わないでいいような発音になることも多いんですよね。だからちょっと、ここで表現してみました。で、ここで、このケンテンブクローって言ったんですけど、これね、この金玉ブクローって言ったんですけど、これね、ボーバーグっていうワードがありまして、普通にそれ金玉ブクローっていう意味なんですよ。で、このうざいやつとか、アメリカ英語で言うところの、なんかアスホーみたいな、この野郎みたいな感じ、かな、まあ、もうちょっとその、ユーモアな感じ入ってますけど、この金玉袋野郎が、みたいな、なんとなくニュアンスつかめました。この野郎が、みたいな感じで、それを普通に、日本語にして、で、なおかつ、スコットランドなまりにしてみました。この金玉袋じゃなくて、このケンテン袋っていう風にしてみました。で、手洗い、うがい、玉洗いってちょっとここでふざけたんですけど、テレイテレイ、うげい、玉洗いつって、語呂がいいし、玉袋つながりで、玉洗いってなんでやねんっていう感じで、で、バッキャローっていう風に一人突っ込みしてるっていう感じです。で、次は、ここで質問テイム、タイムがまたテイムになるでしょ。俺の好きな芸人当ててみねえつって、寿司食いねえみたいになるからね。そういう意味では、だから先ほど言ったちょっと、江戸前っぽい感じも入りつつ、でもちょっとどこか、なんですかね、東京の他にもね、その違う県の訛りも入ってる感じするじゃないですか。で、シンキングタイム5秒を think and time ね、think とか言うんですよ。think じゃなくて。シンクよりもセンクになる感じですね。まあ、今、僕、作業の発音で言っちゃってるから厳密には違うけど、think よりも think みたいな、time よりも tame ってなるのが、割と特徴ですね。で、わかんない?むずすぎる?そんなことはねえ。とっとと言えっていうところ、わかんねえ。わかんねえってしたのは、さっき、説明した、I deny can。you can のやつあったりして、I deny can ってやつも、I don't know なのに、I deny can ってなって、全然言い方違うじゃないですか。だから、わかんねえ
ていうのわかんねねっていう風にしました。I don't know の方が本当は短いじゃないですか。あの、文章的には。でも、I didn't can だとなんか一つ、エクストラで余分なサウンドが入ってる気がするんですよね。このケースに関しては。うん。まあ、さっきはなんか短く聞こえることが多いって言いましたけど、この場合はなんかちょっと余分なサウンドが入っちゃってる気がしたので、そのスコットランドの表現だと。だから余分なサウンドを入れました。わかんねえで、わかねえわけねえでもよかったんですけど、余分にねを入れてみました。わけねねって、そういう、あの、印象なので、あてねえけんっていうのは。はい。で、むずすぎるのやつをむずきらうんって、またその、あの、特徴ですよね。らうんって。で、そんなことはねえ、とっとと言え。で、あの、とっととの t のサウンドあるじゃないですか。これもまた、あの、子音を抜いたりすることが多いので、と、音にしたんですよ。あの、とっととって全部発音するよりは、と、音みたいな、その真ん中にある、あの、子音を抜いたりする、っていうのは結構、あの、まあ、真ん中にある t を抜くっていうよりかは、だからその t を発音しなかったりすること結構あるんですよ、スコットランドは。あの、まあ、人によるんですけど、でも、ここでも、あの、その日本語で表現するならこうだなと思って、そういう言い方をしてみました。で、好きな芸人はダウンタウン、でもこれもデウンテウンなんですよね。うん、芸人はデンテウンって言って、下痢出そうなの、下痢くれー大丈夫。ね、抑えろ、抑えろ、名のシーシーって言ったんですけど、これあの、スコットランドの表現で、how do you wish っていう、言い方があるんですよ。howd は hold ですね。抑えろ、your はお前の、wish っていうのは、これもともとは、これも昔の表現、から来るんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、黙らしたいってことね。黙らしたいっていうか、静かにしなさいっていうことなんですよ。うん、まあ、アメリカ英語とかで、まあ、他の英語圏でも、まあ、言うとは思うけど、なんかこう、ハッシュ。ハッシュってシッみたいなことなんですよ。だから、お前のシッを抑えろみたいな風に、まあ、直訳するとなっちゃうんだけど、ちょっとそれだと意味わかんないんだけど、でも、なんとなく伝わるじゃない。静かにしろってことなんですよ。だから、抑えろ、お前のし、しじゃないですか、日本語だと。だから、wish と、しを合体させて、しにしたんですよ。だから、抑えろ、めのしって。で、おめのじゃなくて、おを抜いて、めのしにすることによって、もっとスコットランドっぽいかなっていうふうに、思ったんでやったんですよ。っていうことで、だいぶちょっと長くなっちゃいましたけども、どうですか？面白くないですか？スコットランドの、まあ、英語なのか、まあ、スコットランド語と、見なすのか、それは人によって違うんですけども、もっともっとスコットランドに住んでる人以外の人は知らない単語だったり言い回しだったりがたくさんあってですね、ワクワクするぞって感じですよね。何言ってるんだろうつって、いろんな訛りがスコットランドにもあるので、ということで、まあ、このシリーズね、僕すごい好きで、ちょくちょく他の言語でもやってるんですよ。イタリア語だったりスペイン語だったりポルトガル語だったりフランス語だったりオランダ語だったりドイツ語とかやってるんで、ぜひプレイリスト、再生リストをチェックしてみてほしいんですよね。より他の言語を分かりやすくなるなんかの鍵になってくれたらなと思います。はい、ということで今日は、もしかしたら世界で一番難しい、訛り、まあ、英語の訛りかもしれないという、まあ、スコットランドのやつやりましたね。ということでまた次の動画で、お会いしましょう。井上嬢でした。バイバイ。 Thanks for watching。 僕の活動は joinoe.com からチェックできます。ウェブコンサート、英会話レッスン、その他にもいろいろやってるよ。それでは残りの時間を使って検索するのがめんどくせえ人たちのために私の自己紹介をしたいと思います。